ミラノ通信、金曜日がやってまいりました。皆さんこんにちは。今日はねいいお天気ですけれども、お月見もね皆様、綺麗な満月お月様本当輝くね、月明かりのあのお月夜でしたが、お月見をさま済まされたり、徐々にね秋の気配を感じていらっしゃると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。今日も金曜日 3時からですね50分間楽しい時間を、ミラノ通信でお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。はい、なんかでも台風が来てるみたいです。今日お天気いいですけれども、皆様ねあのいろいろあの台風いろいろ被害があの最近ね急にものすごい被害が出たりしますのでお気をつけください。私たちが気をつけていることは、まあ、あのウィズコロナもう長くなっておりますが、アズーリ鳥越アズーリ FM は毎回毎回もう開局時から、コロナ対策、万全に行っております。まずですね入局時の、手の、消毒そして、検温ですね、全員あの行っております。そして、スタッフ全員のマスク着用、消毒そして、このスタジオのですね換気そして清掃消毒ですね、今日も、毎回も毎週申し上げておりますが、鳥越神社のイチョウがどんどんねあのちょっと黄色みを帯びてまいりまして、四季を感じさせてくださるくれるイチョウの木が、見える窓を開けて換気しております。そしてオゾン消毒の機械の設置ですね、はい、徹底してウィズコロナ、乗り越えていきたいと思います。だいぶあの感染者も減ってますが、でもなんかあちこちで感染しました、もう流行りの病に感染しましたとかね、そんなあの言葉を聞きますが、皆様本当どうぞ、お大事になさってください。まあ、あの喉に来たり、ね、頭痛に来たりいろんな症状がその方によって、違うようですけれども、本当に皆さんね気をつけてあの抵抗力をつけて頑張っていきましょう。はい、先週はですね本当あのもう、私的、本当に全くもう私的な感じの番組あの許していただきまして、あの我が娘のバースデーがねリアルバースデーの日だったので、娘を出し次女の誕生日だったんですが、次女を出しまして、そしてせっかくですのであの長女もあの時間があったので一緒に出て、まあ、フリートークしたんですが、あのとても楽しかった。あ、これ私がたまにこうね仕事が終わるあのの息抜きティータイムみたいな時にちょうどつけると、私のカミカミトーク、母親のカミカミトークが聞けるんですが、あ、これがこういうここでやってたのねなんて、あのいろんなねキョロキョロあの見て楽しんでおりました。それでとても楽しかったということで、で帰りねあのせっかくなのであの鳥越神社、あのお参りしてきました。蚊に刺されましたけどね。そして、あの私二人に買って帰ったあのひょうたん型のね、お守りがあるんですけども、それをこうやって透かしてみると、あの鳥越神社 あのおみこしが見えるんですようになった優れものなんですが、次女はねそれのがとても気に入ったので、今度クリスタルの中におみこしが彫ってあるあのキーホルダーのお守りを、買って帰りました。そんな、台東区と共に生きておりますミラノでございますが、本当いいですよね下町情緒で、あのお天気も良かったので浅草橋まで、たらたらとあの歩きまして、ちょっとあの今私ちょっと今ノンアル生活なんですが、いつもちょっと寄ってしまうお店によって毎度ありがとうございますと言われて帰ってまいりました。ということで、なんかあの浅草橋生活もなんか私 あの生活の一部になっていて、なんかそれもあの愛おしい日々でございます。ということで、はい、
オープニングテーマ、ある日ソロからをお聞きいただきながら、楽しく始めていきたいと思います。では、恒例のというかもうちょっと今月ずっとご覧いただいております、大野さんに作って、カメラマン大野さんに作っていただきました、ご紹介動画をご覧いただきたいと思います。どうぞ。
聴ありがとうございました。毎週毎週流してますが、まあ、こうやってね毎週流して皆さんにすり込んで、なんとなく覚えていただくっていうのもね大事なことかななんて思います。ね、あの知名度ってすごい大事なんですよね。だって有名な超有名な人のコンサート行っても私の中のこの人の有名曲っていうその曲を聴きに行ってその一曲を聴けたら満足ってそういうの皆さんありますよね。なので私ある時ですね唐島みどりさんのオーチャードホールの大ホールの、ね、素晴らしいなんかこう小山薫堂さんがプロデュースした、まあ、こうただのコンサートではなくテーマをねこう赤い糸がこうずっとこうつながっていくこうストーリー仕立てになった、で小学校のねお子さんたちがコーラスで10人ずつ出てきてこう最終的に30人とかなるそういったコンサートに、招待されて行ったことあるんですけども、もうだいぶ前ですね、7、8年前です、それももう2階席までいっぱいでしたけれども、その唐島みどりさんっていうとやっぱりそのクリスマスサイレントイブそれをねやっぱりなんか聞きたいんですよね。その違うテーマのあるこうストーリー自体でのコンサートでありつつも、まあ、個人的ですよ私個人としてもやっぱりでもサイレントイブは聞きたい、あやっぱり聞きたい でもやっぱり歌わないのかな今回はなって思っておりましたら、一番最後、まあ、一回も幕が下がって上がりました。そうしたらですねグランドピアノと、みどりさんがこう出てきてですねそれらしきイントロが始まるんですが、イントロが長い溜めるみたいな感じで、でもまあでしかもやっぱり彼女もうその歌を歌い続けて彼女のね代名詞みたいな曲になってますから、そのピアノももうなんかさらにこう超越した洗練さがこう繊細さが出てるんですね。でそのいつ歌が始まるかなぐらいな、まあ、すごいイントロなんでだったんですが、それで始まってもうみんなうわーって、私もその一人だったんですが、やっぱりその人の代表曲っていうのはねすごいですよね。やっぱりその人のその曲を聴きに行ってみんな今日も聴けたっていう感じで帰っていくんだろうなと思いまして、まあ私もそういう代表曲がね、できたいいなと思っています。まあオリジナル曲の代表曲はあることはあるんですけど、まあそういう感じで絶対に、夢を捨てずに諦めずに、頑張って邁進していきたいと思っております。ということで、こちらにねたびたび出ていただいております、山口智夫さんと、あと、同じ、サークル仲間の大学のサークル仲間の後輩であります林さんの哲郎さんと、一緒に生配信をやった時の、先週も見ていただきましたが、そのちょっとこう反省をせっかくですので小出しにねご覧いただきたいと思いますので、ご覧ください。2人でお茶を T42 お送りします。I'm discontented that home that I led in, so I have invented my own darling, this place isThe river so oasis, the life rarely chases unknown. Far from a fly, oh the city, where flowers plenty, caress us dream. Cozy to hide in, the leaves sight and sighting, don't let me invite in my
dream. Oh honey, picture you upon my knee, just tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Nobody hears or sees or hears, no preparation, a weekend vacation. We all had an OD and we on the telephone. D, they will play. Are you awake or start to bake a sugar cake for me to take the all the boys to see? ライブイン、南阿佐ヶ谷から
の配信でございました、まあ、楽しい、ね、初めての試みだったんですが、なかなか楽しかったです。ただまあああいう普通のスタジオだと照明とかなんか特別入らないので、まああらが丸見えっていうかね、顔はねまあそれで耐えていただきましてありがとうございましたまあでもなんか山口さんとかはね一緒に配信を何度かやって、すごくその音の調整のもなんかますなかなかの方なので、一緒にやった林さんもすごい、あやっぱりすごい、いつもより一段といい音が取れましたということでね、まあ、ねいい組み合わせのメンバー出てきたなと思います。またね続けて第2弾第3弾とやっていきたいと思っております。お聞きいただきましてありがとうございました。 T42 でしたね、ハッピーな曲、結構私ずっと 歌い続けておりますが、2人でお茶を T42 お聞きいただきました。それからですね、後ほど告知ありますが、私そうですね、配信の後ちょっとその声帯音が感知したかと思ったんですが、もう一度定期的にボイスセンターというね山王病院の、声帯専門の科にかかりましたら、もうちょっとなんかね我慢しないとポリープができちゃうよみたいな、脅しじゃないですけどアドバイスを先生からいただきまして、これは大変だ、ちょっと手術とかになったらねまたいろんなことが計画が崩れていってしまうので、これは今我慢しないと、本当今我慢するとね全然治りかかってるところでまた歌っちゃうとまたそれを繰り返すので、それはちょっと考えてくださいと言われて、この配信は大丈夫なんですけれども、これもだいぶこれでも良くなったんですよね、喋る声もだいぶお聞き苦しい回が何度も続きましたことをお詫びします、すいません。で3ヶ月我慢しなさいと8月に言われたので8、9、10、ちょっと10月いっぱいお休みするというライブをお休みということで、MC 参加とか本当に応援参加わーみたいな感じで応援をして、ライブに参加しておりますが、まあ一つだけ10月のですね、今日初めてご報告しますけれども、10月の15日の2時に、すみだジャズストリートというね人気ジャズイベントがですね、音楽イベント、ようやくコロナ禍を、まあ、経て、まあ、今もコロナ、ウィズコロナですけれども、再開が決まりまして、そちら、はい、やっと嬉しいです。そちらね、去年も出る予定だったんですが、直前でやっぱり、あ、なし、今年はやっぱり見送りましょうということ。今年の、10月の15日、2時に、錦糸町の駅から本当に5分も歩かないところに、元の東武ホテルですね、ホテルレバントのその吹き抜けの、素敵なロビーフロアので、歌いますので、ぜひ聴いてください。石井敏子さん、こちらにもお出にご出演いただきましたけれども、すみだジャズのね実行委員も長いことやってらっしゃいました。で、石井敏子さんと一緒に歌います。ピアニストはですすごいです、レジェンド山本剛さん、香川博さん、ベーシスト、そして我らがボス井上新平さんと、約40分のステージになります。無料ですので、ぜひこぞってお出かけください。すみだジャズ、10月15日です。2時お待ちしておりますということで、ここでまた今度私ではない大好きな曲を、今日2曲をご用意しておりますが、今は亡き2人のね大好きな歌姫の、曲をお送りしたいと思いますが、まず1曲目はホイトニー・ヒューストンの The Greatest Love of All をお送りしたいと思います。お聴きください。
もう説明も何も言いません。本当に素晴らしいの一言に尽きる、まあ本当にね、ホイットニーの中でも特に好きな歌でございます。お聴きいただきました、ご覧いただきました、はい、ありがとうございます。それではですね、次なる、私のですね、まあ、ライブ告知ですけど、また、まあ、歌わない、参加のライブ告知させていただきますが、今日がですね、実は、毎月出ております共同の、世田谷の共同のですね、まあ、歩いて01分の、クレイジーラブ、私はまあ本当にご縁あって、もう 5、6年出させていただいております。そちらがですね、今日は、山岸翔子さんの、トリオの会なんですが、とても楽しみにしておりましたが、やっぱりちょっともう一踏ん張り我慢して、ね、もう一頑張りなの、もう一歩なのでということで、お医者様から言われた通りこと、言いつけを守って、トラと言って代理の、ね、シンガーをお願いしました。それが、大地陽子さんですが、13日にも隣てというところでご一緒して、毎月、隔月ね、隣て、写真でございますね。はい、大地陽子さん。これも私はただの、まあ、本当に、MC 参加、まあ、MC 必要ないぐらい、大地さんがとても、素晴らしい、まあ、MC のプロでいらっしゃいますし、あれなんですが、まあ、参加することに意義があり、このスーパーボーイズと一緒に、ライブをやって、シンガーのお仲間がたくさん駆けつけてくださいまして、とても良い感じで盛り上がったライブとなりました。この大地陽子さんにまた再びお願い、頼み込みまして、今日出演していただくことになりました。私この後ですね。なので、クレイジーラブに駆けつけます。ということで、今日は、クレイジーラブ共同に、もし、7時半からね、お時間ある方は、どうぞお出かけください。私も合流しますんで、会いましょう。ということで、今日ですね、が、クレイジーラブでございます。はい。それで来週ですね、25日。こちらも、まあ、素晴らしいメンバーです。遠藤誠二さんのピアノ、繊細なピアノとともに、井上新平さん、川原秀夫さんの素晴らしい演奏で、鎌倉、ダフネライブ、秋の香りライブですね、お送りいたします。残念ながら私もこれもまた歌えないんですが、なので近藤ひろみさんおでにご出演いただきますけども、ちょっと助っ人としてですね、鎌倉在住の、人気シンガーまさこさんをですね、お声かけてお願いできないかしらって言ったら、とても快くお引き受けくださったので、まさこ&ひろみ、そしておまけにミラノが出ます。ということで、ぜひこちらのね、25日、ですね、オープンが5時半、そしてスタートがいつものね、ダフネより土日は、30分1時間と早く始まりますので、オープン17時半5時半、そしてスタートが6時からですね、2ステージやりますので、たっぷりお聞かせしますので、ぜひお出かけいただけたらと思います。よろしくお願いします。これもだいたい2ヶ月に1回やっておりますので、次回は私はもうバッチリ、喉のリハビリも終わって、歌参加で出演いたしますので、どうぞお見限りなくお願いいたします。はい、もう一つですね、もうこれも素晴らしいメンバーです。9月29日アーリーオータムライブ、石井よし子とミュージシャンの素敵な時間、こちらはですね、奥吉さと子さん、山口智夫さん、林哲郎さん、石井敏子さん、もうみんなこのアズーリ FM にご出演いただいております。本当にお世話になっております。もうおなじみのメンバーですね。そしてなんとここのジャズ浅草、先月もやりましたけれども、
オーナーはですね、小林由香さんとおっしゃいまして、シンガーで、そして経営者、彼女のお店でございまして、小林由香さんもこちらのご出演いただきました、ありがとうございました。もう本当にだからアズーリ FM ゆかりの人たちばっかりでございますので、はい、ね、歌いたい方もぜひご参加ください。まあ、ファーストはとしこさんの歌をね、皆さんたっぷり味わっていただき、堪能していただきまして、そしてセカンドはね、歌いたい方、演奏したい方のもウェルカムですので、お待ちしております。ですね、こちらは、浅草ビューホテルとかね、の近くの浅草からも田原町からも、ですね、つくばエクスプレスの浅草でしたっけ、そこからはすごく近いんですね。とにかく、まあ、ホームページには出てますので、そんなに迷わずにお出かけいただけると思います。ジャズ浅草、9月29日お待ちしております。はい、そんな感じでございますが、じゃあまた今日ご用意しました、今は亡き私の大好きな歌姫、本当に大好きで、最後のね、亡くなる前の2来日したビルボード東京の時は行きたかったのに行かれなかったんですが、30年近く前ですね、渋谷公会堂に、ステージをなさった時に、私本当に残念ながら、もうでもやっと撮ってもらったので、なんだけど、もう最高列、後ろから3番目ぐらいの列で聞いたんですが、まあとにかくノンストップでものすごいたくさん歌ってくださって、まあ迫力に感動したものです。ナタリー・コールですが、もう大好きなシンガー、お父様も大好きです。はい、の、But Beautiful を聴いていただきたいと思います。ご覧ください。Say what love is. Does it start in the mind or the heart? When I hear discussions on what love is, everybody speaks a different part.Love is funny, or it's sad, or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad, butBeautiful to take a chance, and if you fall, you fall. And I'm thinking, oh, I wouldn't mind.Cheerful, or it's gay. It's a problem, or it's play. It's a heartache either way, but you.I'm thinking.
リコールはいつ聴いてもいいですね、本当に。アンフォーギタブルのね、あの毎回申し上げますけど、お父様のね、ナタリー・コールとのあのスクリーン上のね、スクリーンと、ナタリー・コールとのあのデュエットっていうのも本当に印象的で、それも私もあのリアルで見られたというね、あの幸せを、今、ね、改めて噛み締めておりますけれども、二人とももう天国に行ってしまいましたよね。まあでも本当に、まあ、こういう素敵な、素晴らしい曲が残っているということは、やっぱり音楽って、いいですよね。ビューティフルナタリーコール聴いていただきました。では、ゆっくり、まだ今日は一人なので時間があるのであれですけども、先週はですね、まあそのあの、まあ、次女のバースデーがあったので、まあバースデーっていうと、あの、まあ、家族のバースデーっていうのはあの夜だとお高いので、あのフレンチの、まあ、ビストロとか行くときは、ランチをね、ランチタイムに、土日のランチとかやってるお店があるとそこを行ったりするんですが、ちょっと気に入ってるあの三宮橋のお店がですね、そこにしようかと思ったら、夏休み、遅い夏休みをちょうど取ってしまったので、と思って、じゃあ私、まあ、せっかくね、あのミラノ食堂なんて、あの偉そうな名前で、あの毎週写真をあの掲載しておりますので、あの公開してますので、じゃあ私、あの、まあ、あのちょっとね、お店のようにすんなりはいきませんけど、まあそれでいいなら私作るわということで腕を振るいました。はい、あの配信日の翌日、あの日がリアルだったんですが、まあ、翌日、あの土曜日で十分時間があったので、まあですね、土曜日に、あ、金曜日、金、その、あ、金曜日、配信の日の朝に、あそこ行ってきたんですね、あの小壺に、海鮮の買い出しに行ってまいりました。そして、海鮮の買い出し、あの何、あの小壺って何が上がるかわからないので、ちょっとそれもあの朝どれのね、何かいい収穫、いいものが、買えたらと思って、まあ目星をつけてたものが、 あれなかったのって、ちょっと下ビラメを考えてたら、下ビラメはなくて、あ、赤ガレーっていうね、あのまたちょっとかわい、ちょっとひし形のね、カレーが買えたので、それをまず買って、でまあちょっとこうソテーにして、あのブールブラン仕立てて、ちょっとおしゃれにね、ちょっとクリームと、あのちょっと酸味の効いたクリームソースで仕上げようと思って、その、赤カレーを買ってきました。それも朝どれなんですよ。朝上がったあのピチピチの、あのお魚なんですが、それと、あのなんとその日は、あの朝上がったばっかりのこんな、こういう伊勢海老ですね。伊勢海老がゲットできたんですね。これ伊勢海老ですね。はい。あの、はい。で、伊勢海老は2つに、こう、ちゃんと、あの、割って処理してくださるので、あの、こう、いや、ちょっと、うちで炭火はないんですが、こう、網焼きにして、なんか、こう、ソースをかけようかなと思っていたら、あの、開けてみたら、ちょっと、注文した
本数が足り入ってなかったんですね。なのでこれはちょっと人数足りないなと思いまして、急遽分野ベースにしました。分野ベースもね、あの小壺のサザエと、ね、あとは、まあ、じゃがいもも入れまして、マッシュルーム入れて、サフランたっぷり入れましてですね、あとエビは、まあ、あの小壺のエビじゃないんですが、はい、あの作ったら非常に美味しかったです。何しろね、あの出汁がね、出汁の出方が違いますから、贅沢なブイヤベースを作りました。はい、これ作り、あのこう作ってる過程なので、工程なので、まあ、あのちゃんとアクは救ってますよ。はい、それから、はい、じゃあもうあの説明しながらやっちゃいますね。これはもう娘たちの大好物の、私のですね、割と鉄板料理というか、海の幸のゼリー寄せなんですけれども、この時はですね、あのちょっとその前の週に3人でお料理教室、あのフレンチのレストランのお料理教室行った時に、ホタテとシャインマスカットのゼリー寄せっていうのがありましたので、これはアスパラなんですが、まあ、いつもはいろんな具材を入れてしまうんですが、こういうシンプル系 の、 あの具材にしまして、ホタテとアスパラにしました。しかもですね、この今回のゼリーはあのお魚のねとエビで取った出汁も入れているので、もうシンプルでも十分味が濃厚でございました。はい、そして上に乗ってたのはあの偽キャビアです。本物のキャビアではなく、黒いね、あの魚卵でございます。はい、これが赤カレーですね。はい、結構身が厚いんですが、ちょっと小骨がありました。ケッパーと、ちょっと浅く、あの万能ネギを入れてアクセントをつけました。あ、そう、あのディルもね散らして、ディルの香りがちょっといい感じで出ました。はい、これは、牛のすね肉の赤ワイン煮ですね。はい、これちょっとあの作ってる工程でございます。はい、これはあの娘の次女の大好きな、ラムチョップですね。ラムチョップがなかなかあの手に、うちの方だと手に入らないので、あの広尾のナショナルマーケットまで行きまして、塊を買ってきて、切って、焼きました。はい。あ、これじゃ、あ、これですね、これ。はい、ラムチョップ。先ほどのは、ごめんなさい、ポークのですね、スペアリブでした、これは。はい。これはちょっと、あの、塩麹とかですね、赤ワイン、そしてちょっとトマトを、とニンニクで味付けて、とても柔らかくできました。はい、はい、これがラムチョップですね。なかなかワイルドな味でございました。これはあの、パセリ2種類、普通のパセリとイタリアンパセリ、そしてバジル、そしてですねセロリ、その辺をあのとニンニクを、バターで、あのそのバター、あのフードプロセッサーでやってバターを作って、焼き上げたものです。はい、あとはサラダかな、サラダが出てくるかな。まあ、サラダ、これはあのアーリーレッドというあの赤い玉ねぎ、紫玉ねぎの、ドレッシングはあの私定番でよく作るんですが、それがあのこうクレソンとグレープフルーツとかととても合いますので、私の定番ドレッシングで作ったサラダです。はい、まあ、こんな感じで、あの、まあ、なかなか豊かな食卓となりました。はい、これは偽キャベアに乗っているクリームチーズのクラッカーです。まあね、あの料理は愛ですので、はい、私にあの愛のこもった料理を作っていただきたいという方は、こちらの番組で受け付けておりますって本当かな。まあでも本当に作る対象がないとは、なんか自分のために作ったものって本当全然美味しくなかったりして、やっぱり気が入らないっていうかね、何かあのこの人が喜んでくれるかなって思いながら作る
とかその食材を揃える時点でね、そういうことを考えることが愛なんだなと思って、そこからがもう料理なんですよねということを、いろんなシェフの番組とか結構私今見てるんですが、ひしひしと感じます。まあ及びませんが本当にいろいろ勉強になります。ということで、歌と料理と、花と犬を愛する私ミラノからの、愛のメッセージ、ミラノ通信でした。また来週も元気にお会いできたらと思います。ありがとうございました。